ちょっと積成と分帳をちょっと出していたんですけど、まずね、真正面からいきましょうか。頭があってね、羽があって、そうするとですね、この子の心臓これなんですよ。で、肝臓がこの辺なの。じゃあこの子はっていうと、これが心臓なんです。で、これがくびれてて、この辺が肝臓なの。この黒いところが、まあ、肺とか気のガス交換を行うところ。大きいっすよね、だいぶ。くびれがないです、ね、そう。ということ肝臓、そう、心臓と肝臓がでかい。これが割と真正面だけど心臓があって、ちょっとくびれててこの辺が肝臓、こういうところが肺なんです。だからそうやって比較するとかなり心臓が大きくて、生まれつきとかじゃない、まだ2歳でしょ、うん、だからもともとちょっとそういう素因がある可能性はあります、うん、それからあと発情してるんかな。骨をちょっと見ていきたいんですけど、この骨ね、縁っこがさ白くて真ん中が黒く抜けてるじゃないですか、うん、こういうとこね。この子一応縁っこが白くて真ん中が黒く抜けてるんだけど、なんかブツブツブツってこう白くなってるんでしょ、うん、ここちょっと見ちょっと濃いですよね。そう、真ん中が割と濃いんですよ。これはね、発情してると石灰沈着を起こすんですね。だからこういうふうに移ってきます。で、発情が終わるとまた普通に戻る可能性はあります。たださ、心臓の大きいのとか肝臓の大きいのはさ、うん、ちょっとおかしいかな。それからあと、このブツブツがあるじゃないですか、うん、これ3番目の胃袋、ここが1番目の胃袋ね。すりつぶして、そうで、繊維は見えません。で、3番目の胃袋はここにあって、その中にグリッドが入ってて、そこですりつぶして、そうです、そうです。で、とにかくね、全体的にさ、心臓肝臓が大きいのと、それからこの肺機能の部分がその分小さい、こういうところ呼吸が苦しいっていうか、呼吸が苦、だから興奮したりさ、飛んだりするとさ、ちょっと呼吸苦しくなる可能性がありますね。そんな感じあります？家で飛ばすちょっとするします。だから心臓大きいのと、そのガス交換を行う肺とか機能の部分が小さいからさ、普通の子よりもちょっと呼吸苦しくなりやすいかなと思います。心臓肥大みたいなことですか？そう、心臓、心、まあ、レントゲンではね、大きいことを心胃への拡大と言いますね。で、拡大の中に肥大か拡張があるわけです。で、拡張だったらもうヘロヘロになっちゃうから、多分肥大だとは思うんだけど。